では大門さん参ります。はい、問1、あに当てはまる人物はと、あ、足の論文、発売禁止なんか、発禁ですね、これね。で、あに入るのが大内兵衛、人民戦線ですね。酒井俊ちゃん、これ日本共産党ね、大学事件、平民社、平民社、平民新聞、日本共産党、森戸達夫は黒ポトキン、山川仁、酒井俊ちゃんと日本共産党、1922年、ね、まあ、やけ社会共産主義系ってことですよ。で、まあ、これスキップすればいいんですよ。で、次の2位って、意に当てはまる無政府主義者は、ね、で、その意の研究したから、ね、こうやって発禁処分受けたと。ね、これで見たら、そう、黒ポトキになるわけですよ。これとこれつながるでしょ。こう、ピアッと。これも、芋づる問題ね。だけど、まあ、こっちからこう、黒ポトキには受け、これ森戸達夫で、スパーンとはまるわけですよ。はまる。そんな感じね。ああマルクスだけ、まあ、社会共産主義、この教祖ですからね、マルクス主義、まあ、例にはロシア革命ね、1917年ロシア革命、いいですね、そういうこと、あもうこれ、両方絶対取らないとダメですよ、いいですか。はい、統一3番、河川部丸 A の都市、行く行く、ね、行く行くベルサイユ条約ですよ、行く行くベルサイユ、1番、国際連盟発足した、あまあね、ウィルソン国際連盟ですよ、平和14か条とかね。次行ってみよう。2か、3円以上になった、はい、10円から3円下がったわけですね。衆議院議員選挙法ですからね、これ衆議院議員選挙法ですよ、これ歴史法ですからね。原内閣でしょ、だけどこれ、ベルサイユ条約、いくいくベルサイユは原敬ですからね、原敬でしょ、うん。平塚雷鳥政党者。ね、原始女性は太陽だったと、うん、これね、まあ、辛亥革命と一緒なんですよね、1911年、僕はこれ覚えてるから分かるけど、ね、でワシントン会議はこれ、高橋これ今日だから、もうこれ消えますね、ねこれ消える、ね。となると、どうですか、まあ、ちょっと1と2がちょっとね、微妙な感じだけど、ベルサイユが行く行くこれ覚えなくちゃいけない。で、まあそこで国際連盟は、まあ、いきなりその年にできるとはちょっと考えにくいかなって感じで2番、これ20年なんですよ。翌年なんです。翌年。まあそういう感じで、これ1、2まで絞りたいね。そういうこと。国際連盟20。ね。ね。本部は？ね。ニューヨークは国際連5。これジュネーブですからね、スイスの。OK。そういうこと、間違えた人はここで国際連盟20を覚えましょう。20年。もう、投資最後覚えなきゃいけないんですからね。もう気合と根性ですよ、これ最後、年は。問4、A の年の内閣総理大臣アルファ。だから、まあまあ、これで、行く行くベルサイユ、ね、ベルサイユ条約、パリ講和会議となると、もう原敬ですよ。はい。まあ、これ結局やっぱ行く行くで解かなくちゃいけないかな。桂太郎はまあね、大正政変ですからもう消えますね。加藤友三郎はやけ、ね、この後やけ、ワシントン会議の海軍軍縮の後ですから、ね、寺内正時は、まあ、米騒動退陣ですからね、まあ、ちょっとこれが微妙なとこやけども、やっぱ行く行くベルサイユですよ、やっぱ行く行くベルサイユ。ということはこれやっぱ原敬。でこれ繋がっとんか、これだけこっち間違えたらこっちも間違えるパターンね。ね、だからシベリア出兵決定したのはこの寺内正武ですよ。さっきのレーニンのロシア革命で、ね、チェコスロバキア救済ですよ。ね、シベリア出兵の撤退実現、これ何気に加藤友三郎なんですよ。加藤友三郎。まあね、だから原敬が政友会総裁、ね、桂太郎は元老ですね。
これやっぱこっち間違えたらこっちも間違えるね。これもつながってますね、これもね。だから行く行くベルサイユで、ベルサイユだから原高志、原高志だから声優界総裁、まあ、こういう解き方になるかな。行く行くベルサイユですよ、行く行くベルサイユ。次、問6番、河川部 B に関するもの。 B は内務省。73も覚えなくちゃいけない。公務省が70、ね、文部省71。はい。で、板垣大輔、第1次伊藤内閣と第1次大隈内閣、小林内閣だね。そう、これ伊藤内閣、伊藤は伊藤でも、ね、板垣入閣するのは、ね、伊藤は伊藤でもですよ。第二次伊藤内閣ですよ。で、日清戦争の三国干渉を受けて、ね、このあと板垣が、ね、入閣ですよ、ね、敵は、ね、ロシアやと、国内で、ね、足引っ張り合ってる場合じゃないということで、板垣内相として入閣、ここですよ。これが分かっておけば、これ第二次伊藤日清戦争、ね、だからこの1じゃないんですね、答え2番。まあ、東条が陸軍大臣の内務大臣兼任した、これ分かりませんよ、すごい難しい、うん、地方自治法、はい、戦後ね、地方自治法、内務省が廃された。あ、これによって都道府県知事とかね、ね、市長、ね、そういう今までね、内務省や政府が任命していたのが、ね、公選と、ね、住民の選挙によって選ばれると、こうなるわけですね、地方自治法。まあ、一応ちらっと見とこうか、地方自治法戦後、はい、89ページね、地方自治法、ここですよ。はい、次、飛び7番、 B のトップ、内務大臣を務めたことがない政治家。これ難しいね、これも。もうね、重箱の隅をつつくような問題ですよ。例えば品川彌次郎の選挙干渉は消したいね。後藤新平ね、ああ、3が出てくるでしょ。ね、まずは、ね、満鉄総裁。ね、あ、まあ、その前に台湾総統、台湾ですよ、台湾のね、ね、民政を行った、ね、後藤新平。で、次、満鉄総裁。で、関東大震災後のね、東京復興。井上薫ね、これ伊藤博文なんですよ。もう伊藤博文になったことないですね。これまあ難しいね。まあ、品川次郎は最低絶対消してください。選挙干渉ですから。ああ、そんな感じですね。 C、 発売禁止、発禁受けたのとして謝っているのはどれかと。生きている兵隊出てきます、石川達三。刑法読本、これがそう、ね、滝川行くとき滝川事件ですよ。憲法撮影できたか、普通憲法講話できてほしいんだけどな。出てきます、憲法講話、まあ、撮影でもいいですけど、これが天皇機関説ですよ、身延辰吉。麦と兵隊はやけ日野足兵、発禁じゃないのはどれかと。やけこの身延辰吉の著作はこの天皇機関説問題ですよ、ね、国大名城で岡田内閣で発禁になります。刑法読本見とこうか。83ページ、滝川事件ですよ。ね、刑法読本、はい。職に追い込まれた発禁。で、この時文部大臣、鳩山一郎。で、これで難癖つけられて、ね、戦後、公職追放を食らいますからね。総理の椅子直前で。はい。だからこれね、麦と兵隊、これベストセラーなんですよ。逆に生きている兵隊は発禁になっていると。ああ、ここで抑えましょう、ここで抑える、ね。麦と兵隊はベストセラー、生きている兵隊は発禁と。そういうことで、はい。9番、C の処分受けた、だから発禁つながり。国家改造案原理大綱。で、こちらの日本改造法案大綱、これで期待期が出てくるね、すぐね。その死亡はいつかと、うん、だから北駅いつ亡くなります？そう、226事件の首謀者として処刑されるんですよ。
ってことは226事件何年かですよ。226が1936と、ね、これが分かるかはどうかです。226やから6なんです。5132です、ね、ここはもうやけ近覚えないとダメなんですよ。だけ226の後やけこれで見たらそう、もうここしかないでしょ。226の翌年、まあ、裁判受けて最終的にここで、ね、銃殺刑、ね、これに36あったらすごい難しいと思います。僕下手したら36選ぶかもしれません。でもないからね、うん、まあそういうこと。10番、うわこれ宮武骸骨ね、これ難しいですよ。ただまあパッと見てね、こうトンチ、コケ2個あるでしょ。なんかこれで同じ匂い感じませんかね。コケが2個あって、コケボンカチ感じてね。でこう反省会雑誌ね、トンチ協会雑誌、コケトンチ、なんか同じ匂い感じるんですよ。もうこれもね、感覚の問題です。すいません、もう感覚、論理的じゃないけど、最後もね感覚ですよ。同じ仲間っぽいんですよ、なんかこう雰囲気がね。反省会雑誌なんですね。これ反省会雑誌がね、中央コロになるんですよ。中央コロに、これ難しいね。ああもう感覚です、感覚。間違えたらしょうがないと思います。しょうがないと、覚えなくていいですよ。宮武骸骨とか覚えなくていい、はい。そういうこと。はい、11、なんか漫画来ましたよ、本当。中曽根さんの次に就任した元内閣総理大臣、ベーターの孫にあたる漫画家と。これ大悟じゃないですね、漫画家もおるんですね、孫にね。これが誰かちょっと、これだけもう、ね、中曽根の後が誰かわからないとこれ話にならんですよ、やっぱ。これも基礎ですね、基礎。91ページ、ね、はい。中曽根康弘来ました。結構盛りだくさんですよ、盛りだくさん。でこの後受けたのが、なかった海川ですからね、なかったの田がそう竹下登るになると。ここは昭和天皇崩御で平成になると、消費税導入でリクルート事件で、まあ、総辞職になると。でまあね、写真まで押さえとる人、今の子はなかなかね、写真まで、僕まあギリギリやっぱ覚えてない、小学生入るか入らんかですもんね、うん。一応この時代生きてましたけど、竹下登る、そういうことなんですよ、うん。安倍晋太郎、安倍晋三の父ちゃんはこれ外務大臣ですからね、総理大臣になってないと。まあ宮沢喜一ね、宮沢喜一、うん、だけ宮沢喜一の PKO カンボジア、ここで選挙負けて次負けますからね、自民党野党になったね、そういうことですよ。55年体制の最後、宮沢喜一。ああそういうことで、この後細川守博、新しいだけの日本新党。ちゅうことで、ちなみにここでこの比例代表制が入ってくると。ね、ちゅうことですよ。ああだから、やっぱこの辺、もう青学とにかくね、このやっぱ近戦後ですよ。ああ戦後、すっごくやっぱ入念にしとかないとダメですね。うん、12番、こんなんでしょ。ね、だけどこの竹下時代、元号変わったんですよ、ね。昭和から平成になったのがこの竹下登です。これは消さないけん。これね、ちなみに青函トンネルと瀬戸大橋、これによってね、北海道、本州、四国、九州が全部つながるんですよ。全部つながった。これがね、19パパッとつながるんですね、パパッと。パパッとやったこのね、刀狩りもそうやけど、パパッとやったね、加賀の一個一個もそうやけど、この1900パパッとやったのはつながるんですね。まあ、これは最後押さえた方がいいね。日本がつながった。あ、これ88。だから残った2番。これがね、まあ、宇野宗介なんですよ。なかった海川の海が海部都市やけど、その前にこの宇野宗介っていうのがおるんですよ。あまあ、もう試験ですからね、もうこれ覚えなくていい。この最後ね、パパッとこの青函トンネルと、瀬戸橋、ここは最後踏ん張って覚えてください。宇野宗介よりこっちですね、はい。次13番、中曽根さん内閣総理大臣、野党第1党は、これ何丁目だっけ、ベータ
アルファ、ガンマ、すみません、何やったっけ、忘れました。これだったと。これまあ、この片山哲と村山富一見た段階、社会党長に出てこいと。社会党の委員長でしょ、つまり党首ってことですよ。であとどっちかですよ、ね、これ総理大臣ですから、やっぱもう社会党の党首でしょ。鈴木政宗覚えてる、戦前83ページ、この鈴木政宗、日本無産党なんですよ。社会共産系でしょ。これはぶっ潰されます ね。軍部によって弾圧されて、ぶっ潰されてしまうと。ね、これ、後、社会党になるんですよ。ね、で、これ、片山哲ですよ。で、これ、社会党分裂しますね。ね、単独講和か、全面講和か巡って分裂、ね。しかし合体します。ね、で、それを受けて自民党も保守合同で、合体する55年ですね、1900。でこの社会党合体した時のこのリーダーがこの鈴木茂三郎なんですよ、ね。僕はこれ知ってますから、委員長でしょう、やっぱり合体した時の長ですからね。となったらこれも消えて、残った西尾末広、これすごいマイナーですけど、消去法ですよ、消去法。ね、社会党合体した鈴木茂三郎。55年大戦のところ、ここ鈴木茂三郎、ちゅうことなんですね。もう任せます、任せる、ね、僕はもう解説だけする。最後はもう自分で考えてください。中曽根さんと同じく首相候補生の主張した小泉純一郎、郵政民営化ですよ、郵政民営化、ね、小泉内閣によると、これも僕ね、まあ、自己法知ってますから、ね、大学時代でしたからね、物心ついてましたよ、ね、自己法、自民、公明、自民と公明、ずっと今 まあ、同盟というか、連立政権組んでますからね、まあ、同盟結んでる状態ですよ。で保守っていうのがあったんですよ、今ないですけど、跡形もありませんけど ね、これ自由党の在地のね、これ知らなかったら解けない。難しいですよ、すごい。すごい難しいと。そういうこと。ラスト、15番。並び替え。EU、単一通貨、ユーロですね。同時多発テロ。赤熱像。これもすごい難しいですよ。すごい難しいと。ね、僕、ちょうど学生時代ですよ。だからね、この中でね、ユーロ導入が多分一番前っていうのはなんとなく分かったんですよ。違うかもしれんけどね。で、このね、同時多発テロと赤熱像、自分で石油埋めて、ね、見つけたとかいうとんでもないやつがおったわけですよ、本当。ね、これのせいで、あの旧石器時代、全く出なくなりましたよ、はっきり言って。だから1が僕はもう頭だなと、ね。違ったらごめんなさいと。あと、2、3の問題。ね、もうこれ最後、えいですよ、もう。これ分からんかった。もうどう考えても分からん、ね。1にした。答えは、なんと、ね、1じゃなかった。2だった。やっぱ1が頭じゃなっとったね。すいません、間違えました。難しい。もう調べたらね、だってアメリカの同時多発テロですよ、ね。この飛行機がこのね、ワールドトレードセンタービルに突っ込むという、本当、乗客ごとね、とんでもない事件ですよ。あ、これ2001なんだね。赤熱像がこう2000年なんですね。もう1年違いですよ。ちなみにユーロ1999年やった。ちゅうことで、いや、こんなん出すなじゃないですよ、あきりって。悪夢ですよ、あきりって。まあ、ね、間違ったから言うわけじゃないけど、まあ、しょうがない。これはもう間違ってもしょうがない。すっごい難しいと思います。できた人は素晴らしい。ね、ということで、まあ、そんな感じかな。これが去年の青学ですか。はい。まあね。以上で解説終わります。頑張ってください。